なんで誘拐になるんだ、須藤。お前だって見たろ。あの子はあいつに誘拐されたんじゃねえ。何度言われても同じですよ、伊達さん。何？何があろうと桐生の釈放はありません。伊達さん、だから言ったじゃないですか。手を引けって。では。はるか、はるか。おじさん。お前、ごめんね。おじさん、こんなことになっちゃって。私本当はおじさんと一緒にいたかった。だけどこれ以上おじさんに迷惑かけちゃいけないと思って。バカだな、お前は。俺が迷惑してるって思っていたのか。伊達さん。ああ、遅くなって悪かったな。あんた、こんなことしたら。やばいだろうな。だがもう遅い。逃げるぞ、桐生。はあ、やっちまったか。すまない、伊達さん。ま、どちらにしてもクビだったんだ。遅かれ早かれな。それよりこの事件、思っていたよりも根が深そうだぜ。何か分かったのか。ああ、これ覚えてるか。遥をスターダストに連れ込んだ連中のバッジだ。花屋によるとこいつは政府の地下組織のものじゃないかってことでな。その線で調べてたら出てきたんだ。内閣府の地下組織 MIA ってのがな。 MIA？ミニストリー・インテリジェンス・エージェンシー。内閣が直接指揮を取る部隊だ。政治の裏工作から要人の護衛、責任者は警察庁出身の代議士神宮って男だ。こいつが100億や遥とどう絡んでくるかわからんがな。政治家か。ラウカーロンが気になることを言っていた。遥には100億以外の価値があると。100億以外の？ああ。どういうことかわからんが、もう一つとっておきの情報がある。東京湾の死体だが、あれ水木じゃない。え？鑑識で身元が判明したんだ。全くの別人だったよ。はっきりした証拠もある。博多だ。じゃあお母さんはまだ。そうだ、まだどっかで生きてるってことだな。あ、はるか、俺は弓を、お前は水木を探している。だがどんな危険があっても俺がお前を守る。必ず母さんに会わせてやるからな。どうした？ショー出てくる時につけられてたみたいだ。何？もしかするとジャカの連中かもしれない。くそ、仕方ない。キリュウ、お前はそいつで奴らの足止めをしてくれ。わかった。
れ。わかった。バカでゲーのが来たぞ。